1977年、国鉄地北線時代の千見里駅と、周囲500メートル範囲、上が、北見方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ホーム側の様子千見里駅は、北海道中川郡本別町千瓶元町166の位置にあった、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。 ふるさと銀河線の廃線に伴い、2006年4月21日に廃駅となった。電報略号は西、せひ、単式ホーム一面一線を有する地上駅、無人駅だった。かつては、相対式ホーム二面二線を有する列車行き違い可能駅であった。ふるさと銀河線沿線自治体では、ふるさと創生事業の一環で改築など、駅舎や駅周辺の整備を行っており、 先に改築された本別駅と調和した外観の建物に床暖房やスロープを備え、コミュニティセンターを併設した新駅舎が1992年12月24日に共用を開始したものであった。仙三里地区の集落がある。駅舎の待合室部分はそのままバス待合室に転用されている。線路撤去後は駅舎北側にバス展開場が整備され、 バスが待合室前に乗り入れるようになった。所在地名より、アイヌ語の千ピリ虹を当てたものである。由来は、諸説あり、アイヌが熊谷を避けるため住印、岩陰に隠れたため、十勝アイヌが陰に隠れくしろアイヌから逃れたという伝説のため、現在のパンケセンビリ側、ペンケセンビリ側が、都市別側に合流する河口に木が茂り、陰を作っていたため、などとされる。 ありがとうございます。